西武、FA 戦線撤退は、担当スカウトの解雇が原因。球団史上ワースト91敗で最下位に沈んだ西武。貧打解消へ FA 参戦を睨んでいたはずが、人事異動のどさくさですっかりトーンダウンだ。後藤隆オーナーは20日、東京都内でオーナー会議に出席後、選手の補強については現場に任せていますとして、意外な新戦力の名前を真っ先に挙げた。ドラフトは金沢校の斉藤くんを1位指名した。今年打撃陣が厳しい状況だったので、野手を取っていこうという方針でやった。即戦力とは言い難い17歳だ。さらに、厳しい成績だったけど、グループのサポートが弱かったとか、絶対そんなことはない。今までしっかりやってきましたし、これからもやっていきますと強調。もっとも、オーナーの言う、サポートとは主に施設面で、積極補強を切望するファンの思いとは隔たりがある。肝心の FA 戦線では、渡辺久信 GM の退任に伴う体制刷新で混乱が発生。他球団の選手をチェックしてきたプロスカウトがごっそり入れ替わり、前打撃コーチの島重信氏ら編成担当経験がない3人が後任に就いたためだ。特に痛いのが、共に阪神から国内 FA 権を行使した大山、原口らを視察してきた西日本担当の小野和義氏。戦力外の二次通告を終えたところで、自分も戦力外にされてしまったというから笑えない。後藤オーナーの退任が最大の補強。オーナーが変わらないと何も変わらない。来年も再開で決まりですね。島とかライオンズに残す必要あんのか？新外国人助っ人も数当たれば当たるから、頑張りなはれや。赤ぶりの跡地も売るんだから、ライオンズなんてどうでもよいのだろう。後藤ちゃん、再開でもこれだけ集客できるならコスパ最高やん。このままでいいわ。これはこれは、西武から FA で出ていくわけだ。来年も圧倒的再開。オーナーも現場だけど、他人ごとコメント止めてもらいたいものです。島の生き残りに憤りを感じる。コーナーや隅田の経歴に傷つけた。サポートが施設面ってデブか？ダメだわ。こりゃこのじいさんが退かないと。いよいよ、後藤解任の署名、活動するしかないのでは真のライオンズファンよ。動け。来年も、最下位ならポスキングを狙っている、投手陣は黙っていないやろな。一番の戦力外は、オーナーだと思うけどな。